皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。解説担当のマリサだぜ。今回は初代ポケモンの要素のうちピカチュウ版のみで実装された要素を9つ紹介していくぜ。私はピカチュウ版はやったことがないから、新鮮な気持ちで見ることができそうで楽しみだわ。それは嬉しい限りだな。こんな感じで霊夢みたいにピカチュウ版をやったことがない人でもなるべくわかるように解説していくから、最後まで楽しんでくれたら嬉しいな。そうね、逆に持ってたって人は懐かしみながら見てほしいわね。そうだな。というわけで早速一つ目の要素から紹介していくぜ。まず一つ目は最初のパートナーだぜ。これはやってた人もそうでない人も知ってると思うんだけど、ピカチュウ版ではゲーム開始後に御三家ポケモンを選ぶことはなくて、相棒ポケモンはピカチュウ固定なんだぜ。私でもそれは知ってたわ。ちなみにピカチュウはモンスターボールには入らなくて、常に主人公の後をついてくるんだ。なんだかアニポケみたいよね。いいところに気がついたな霊夢。ピカチュウ版は結構アニポケにちなんだ要素が多いんだよ。まず相棒のピカチュウはモンスターボールに入らず、主人公の後を一緒についてくるんだ。初代の他の作品と比べるとめちゃくちゃ斬新な機能よね。そうなんだよ。ちなみに当然だけど相棒のピカチュウ以外は手持ちに入れてても後をついてこないぜ。ってことは通信交換とかで手に入れたピカチュウだと普通にモンスターボールに入ってるってわけね。そうだな。主人公の ID と一致してる場合のみついてくるみたいだな。ってことは野生で捕獲したピカチュウでもついてくるってこと？いや、ピカチュウ版では野生で出現しないようになってるんだよ。なるほどね。そこはちゃんと考えられてるのね。それからピカチュウの方を向くと話しかけることができるんだけど、なんとその時の鳴き声はアニポケでピカチュウの声を担当してる大谷育恵さんの声なんだよ。ご本人の肉声ってことかしら？まあ厳密に言うと大谷さんの声を音声波形に変換してゲームボーイ上で再現したものらしいんだけどな。それでもこの特別待遇は当時からしたら十分すごかったと思うぜ。そうね、これだけでもアニポケを元に作られたバージョンだってことが伝わるわ。それからピカチュウに関してもう一つアニポケになぞられてるところがあって、この相棒のピカチュウには雷の石を使っても雷中へ進化させることができないんだよ。本当にアニポケ通りね。しかも進化させようとするとしっかり嫌がるようになってるんだぜ。そんなところまでアニポケに忠実なのね。これはアニメを見てた人にはたまらない小ネタよね。間違いないぜ。というわけで二つ目の要素の紹介へ移っていくぜ。二つ目は御三家ポケモンの入手だぜ。赤緑青版だと3匹の中から1匹を選ぶ必要があるんだけど、ピカチュウ版ではなんと3匹とも入手することが可能になってるんだ。すごいわね。そのあたりもアニポケに由来してるのかしらね。もちろんそうだろうな。御三家たちはどのあたりで入手できるのかしら？不思議だねは花出しティのポケ線の左上の民家、人影はゴールデンボールブリッジの北、ゼニガメはクチバシティのジュンサーさんに話しかけるともらえるぜ。それじゃあ3匹とも結構序盤で仲間にできるってことなのね。これは心強そうだわ。ただし不思議だねだけはピカチュウの夏気度が最大になっていないともらえないから、そこだけは注意が必要だな。夏気度って第二世代から登場した要素じゃなかったの？実は初代でもピカチュウ版のピカチュウにのみ実装されてたんだよ。金銀と同様に0から255の内部的な数値として表現されてるな。不思議種を受け取る場合は夏気度が147以上である必要があるぜ。第2世代の小金シティのお姉さんみたいに夏気度を確認できる場所もあるのかしら？ピカチュウ版では相棒のピカチュウに話しかけた時の反応で夏気度がわかるようになってるんだよ。なるほどね。夏気度を上げるためにはどうしたらいいのかしら？ポケ戦で回復したり傷薬を使ってたりすれば上がるし、レベルアップ時やジムリーダーとの戦闘なんかでも上がるようになってるぜ。ちなみに回復アイテムを使用した時に効果がなかったりアイテムが消費されなかった場合でも夏気度が上昇するっていうバグがあるから、これを活用すれば簡単に夏気度を上げることができるな。例えば背景の動画みたいに HP が満タンの状態で傷薬を使用しても夏気度が上昇しちゃうってわけね。そういうことだな。ピカチュウ版にもバグは健在だったようね。いや、それが青版までで使えたバグ技のほとんどは改善されてるんだよ。この要素はピカチュウ版から追加された要素だしな。そうだったのね。初代にバグがないのはなんだか寂しい気もするけど、それが本来の姿だものね。そういうことだな。というわけで3つ目の要素の紹介へ移っていくぜ。3つ目はライバルの手持ちポケモンだぜ。これにもアニポケに絡んだ要素があるんだけど、今回はさっきまでに紹介したものとは逆パターンなんだぜ。逆パターン、わかるように説明してくれるかしら？もちろんだぜ。まずピカチュウ版ではライバルのメインポケモンが EV になるんだよ。EV も確かにアニポケのシゲルが使ってたわよね。ってことはこれもアニポケから採用されたのかしら？シゲルの EV が登場したのはピカチュウ版が発売した後なんだよ。つまりシゲルの EV は、ゲームのピカチュウ版でライバルが使用していた EV が、逆輸入されたものだったんだ。そんなパターンもあるのね。ちなみにゲーム中のライバルの EV は、
特殊な条件で進化先が決まるんだよ。確かにこっちはピカチュウ一択だし、選んだポケモンによって進化先を変える卑怯な手段は使えないものね。それじゃあ一体どんな条件で進化先が決まるのかしら？ピカチュウ版では大木戸研究所での対決での勝敗と、22番道路での勝敗によってライバルの EV の進化先が決定するんだ。具体的には大木戸研究所でライバルに負けるとシャワーズ確定で、もしこの戦いに勝った場合は、その後に22番道路で再度勝利することでサンダースに、22番道路で負けるか戦わなかった場合はブースターに進化するぜ。そうなのね。私の場合はいつも22番道路は戦っていなかったから、もしプレイしてたらシャワーズかブースターになってたわね。そういうことになるな。ちなみに VZ 以外は赤や緑と同じポケモンなのかしら？いや、他のポケモンも EV の進化先に応じて大きく変更されてるんだよ。おなじみのポケモンは風鈴とナッシーくらいだな。なるほどね。でもこうやっておなじみの相手が違うポケモンを使ってくると、また新鮮な気持ちで遊ぶことができて楽しそうだわ。そうだな。私はピカチュウ版で結構遊んでたけど実際楽しい要素だったな。というわけで4つ目の要素の紹介へ移っていくぜ。4つ目はジムリーダーの強化だぜ。ピカチュウ版では赤緑青版に比べてジムリーダーが強くなってるんだよ。そうなの？それじゃあタケシなんて相棒がピカチュウってだけで相性が悪すぎるのに、さらに強化されてるとなると序盤から苦戦しそうな感じがするわ。それがそのあたりを考慮してなのかわからないけど、なぜかタケシだけは弱体化されてて、石つぶても岩雲にレベルずつ下がってるんだよな。ちなみにカスミは強化されてなくてそのままで、次のマチスから終盤にかけて結構大幅な強化がされてるんだ。なるほどね。一応ピカチュウが相棒ってところは、加味しながら作ってくれてるのね。そうみたいだな。マチス以降のジムリーダーが強化されてるっていうのも、御三家が全て手に入ることに伴う難易度調整だと私は思ってるぜ。確かにそれはありそうよね。いくら新要素が多くても肝心のバトルがぬるかったら、飽きちゃう人も出てきそうだしね。ちなみに強化ってどれくらいされてるものなのかしら？例えばマチスだと青番までは、ビリリ玉、ピカチュウ、ライチュウを出してきて、それぞれのレベルが21、18、24なのに対して、ピカチュウ版では雷中一匹ではあるんだけど、レベルは28まで跳ね上がってるんだぜ。低レベルのポケモンが複数いるよりも高レベルが一体の方が厄介だったものね。そうだよな。まあそれでもマチスに関しては、ディブダの穴でディブダを捕獲して戦えば相変わらず楽勝なんだけどな。なるほどね。マチス以降のジムリーダーはみんなこんな感じなのかしら？ポケモンの数は変わっていなかったり進化前になってたりはするんだけど、レベルに関しては大幅に上げられてる感じだな。最後の榊の切り札ポケモンでもあるサイドンなんかも、青番まではレベル50だったのに対して、なんとレベル55まで引き上げられてるしな。レベル55って四天王クラスのレベルよね。そうだな。それに加えて技も自身を覚えてたりと強力になってるからな。それはやりごたえがありそうだわ。ちなみに一応補足しておくと四天王は技が変わったくらいで、レベルは据え置きだから安心してほしいんだぜ。そこは周回することも見越してくれてたのかしらね。それもあるかもな。というわけで5つ目の要素の紹介へ移っていくぜ。5つ目は一部のポケモンの覚える技だぜ。覚える技まで変更が加えられてるのね。例えばどんなポケモンが変わってるのかしら？まずはこのゲームの目玉でもあるピカチュウだな。青番まではレベルアップで覚えることのなかった影分身や叩きつけるなんかを覚えるようになってるし、アニポケのピカチュウでもおなじみの10万ボルトもレベルアップで覚えるようになってるんだよ。これもアニポケに寄せるための変更なのかしらね。そうなのかもしれないんだけど、バタフリーはアニポケで使わない風起こしが追加されてたりして断定はできないんだよな。それからこの2匹は技を覚えるレベルとかも、ちょっと早めになるように調整されてたりするな。一応2匹ともサトシの手持ちポケモンだったし、アニポケが影響してる説は拭えないわね。あとはレベルアップ関係以外でいくと、野生のユンゲラーが覚えてるスプーン曲げは、ピカチュウ版で初めて使えるようになった技なんだよ。スプーン曲げって青番までは使えなかったの？そうだな。一応技として存在はしてたみたいなんだけど、指をフルで引き当てない限りは使えない幻の技だったんだ。そうだったのね。なんかこれに関しては本当は入れるはずだったものを忘れてて、ピカチュウ版からこっそり追加した感があるわね。私もそれは思ったな。多大なバグ修正のついでにこっそり直したのかもな。それからもう一つ技に関する大きな変更点といえば、リザードンが空を飛ぶを覚えるようになってるんだよ。そういえば言われてみれば青番までは覚えられなかったわよね。私だったらますます秘伝技専用ポケモンにしちゃいそうで怖いわ。それは私も否定はできないな。だからピカチュウ版とそれまでのソフトを両方持ってる人は、ピカチュウ版で空を飛ぶを覚えさせて、別のソフトへ移動させるってことも可能になったんだ。そこまでしてリザードンに空を飛ぶを覚えさせたいかっていうのもあるけどね。まあ一応できるよっていう話だぜ。そして私はしっかり覚えさせてたってことも補足しておくな。というわけで6つ目の要素の紹介へ移っていくぜ。
6つ目は武蔵と小次郎だぜ。武蔵と小次郎ってもう思いっきりアニポケじゃない。ニャースはいないのかしら。もちろんニャースも手持ちポケモンとしてしっかりいるぜ。ちなみにアーボとドガースもいるからな。そこまで再現されてるのね。武蔵と小次郎とは全部で4回戦うことになるんだけど、アーボとドガースは途中で進化してるのに、ニャースだけは最後まで進化しないっていう徹底ぶりなんだよ。あとロケット団のボスの榊も今回から手持ちにペルシアンが入ってるな。アニポケだと榊イコールペルシアンってイメージだもんね。なんかこういう要素って発見するたびに嬉しくなるし、すごくありがたい追加要素よね。私だったら見つけた瞬間から早く友達にこのことを話したくて、次の日学校へ行くのが楽しみになってたレベルだと思うわ。間違いないよな。あの頃って攻略サイトなんて見れなかったのはもちろんのこと、攻略本を持ってるやつすら少数だったから、最初に見つけたやつがヒーローになれるところがあったよな。そうね。だからみんな発見した新要素とかはいち早く話したくて仕方なかったのよね。確かにな。というわけでいつも通り話が大きく脱線していく前に、7つ目の要素の紹介へ移っていくぜ。7つ目はピカチュウのサマービーチだぜ。初耳だわ。なんだか急にバカンス感が漂うわね。そうだな。これはピカチュウ版だけに用意されたミニゲームなんだよ。ミニゲームまで追加されてたのね。どんなミニゲームだったのかしら。内容が気になるとは思うんだけど、その前にこのミニゲームをプレイするためには条件があるから、まずはそれを紹介させてほしいんだぜ。わかったわ。このミニゲームは19番水道にある海の家で遊ぶことができるんだけど、波乗りを覚えたピカチュウを連れた状態じゃないとプレイさせてもらえないんだよ。ピカチュウって波乗りなんて覚えられたかしら。そのあたりもピカチュウ版で変更されたってこと。いや、ピカチュウ版でも秘伝マシンで波乗りを覚えさせることはできなかったぜ。それじゃあどうやったら覚えさせることができたのかしら。当時波乗りを覚えたピカチュウを入手する方法はいくつかあったんだけど、そのほとんどがいろんな企画やイベントでの抽選や配布で、めちゃくちゃ入手が困難だったんだよ。そんな中ポケモンスタジアムを持ってる人だけは、ゲーム内である条件を達成することで、手持ちのピカチュウに波乗りを覚えさせることができたから、ほとんどの人はこの方法での入手になったと思うな。なるほどね。そのピカチュウを海の家に連れて行くことで、このミニゲームが遊べるようになるってわけね。それじゃあ早速ゲームの内容を教えてくれるかしら。もちろんだぜ。お待たせしたな。ピカチュウのサマービーチでは波乗りしながらジャンプして、難易度の高いジャンプを決められれば高得点になるんだ。ただ高難易度のジャンプを決めるにはジャンプの高さが必要なんだけど、ジャンプの高さはスピードによって決まるから、ハイスコアを出すためにはスピードを落とさないことが必須条件と言えるんだ。ちなみにせっかく難易度の高いジャンプを決めても、着水に失敗したら得点は無効になっちゃうから、十字キーを使ってうまく回転させながら着水させないといけなくて、地味に難しいゲームだったんだよ。スピードを保つためにはどうしたらいいのかしら。ジャンプ後の着水姿勢が悪いと減速するんだよ。しかもこの判定が結構シビアでシンプルに見えて地味にむずいゲームなんだよな。なるほどね。どうなったら終了なのかしら。制限時間が残り HP としてカウントされてて、時間内に騎士に到達するか残り HP がなくなった時点で終了となるぜ。ちなみに私はアクションとか苦手だから、波乗りピカチュウは持っててもこれはあんまりやってなかったな。私もアクションは苦手だったけど、こういうのはハイスコアを目指して何回もやっちゃう派だったわね。今でもバーチャルコンソール版だったら、波乗りピカチュウを持ってなくてもプレイできるから、ぜひやってみてほしいな。というわけで8つ目の要素の紹介へ移っていくぜ。8つ目は通信対戦メニューの追加だぜ。対戦の方にも追加要素があるのね。ピカチュウ版では今までのコロシアムに加えて、コロシアムにっていうメニューが追加されたんだよ。すごく安直な名前だけど一体何が違うのかしら。コロシアム2では公式ルールに沿った対戦ができるようになるんだ。私は対戦ガチ勢じゃなかったから、公式ルールとかではやったことがないんだけど、一体どんなものがあるのかしら。まあ私もガチ勢じゃないからやったことはないんだけど、レベル50から55のポケモンが参加できる任天堂カップなんかが一番有名で、その他にもレベル15から20のポケモンが参加できるイエローカップや、進化していないレベル25から30のポケモンが参加できるファンシーカップなんかがあったんだ。それってポケモンスタジアムにもあったわよね。まさかあれが公式ルールだったとは思わなかったわ。私も霊夢と同じだから人のことは言えないぜ。とまあこんな感じで、今までは友達同士で公式ルールの認識合わせをしながらやってたところを、ゲーム内でシステム側で対応してくれるようになったって話だったぜ。ガチ勢にはありがたい追加要素だったでしょうね。確かにな。というわけで9つ目の要素の紹介へ移っていくぜ。9つ目はポケットプリンターへの対応だぜ。うわ、懐かしいわね、ポケットプリンター。実家を出るときに自分の部屋の整理をしてたら、昔ピカチュウ版で撮った、幼き頃の私とポケモンが写ってる印刷物が出てきて、とんだ黒歴史を感じたのを思い出したぜ。確かポケットカメラがあれば自分の姿を印刷することができたのよね。私は金銀でやってた記憶があるわ。そういえば金銀も対応してたな。ちなみにポケットプリンターはピカチュウ版での対応に合わせて作られた、ピカチュウデザインのものも販売されてたんだよ。ちなみに私はそっちを
を買ってたんだけどな。私もだわ。ところであれってどんなものが印刷できたんだったかしら？一度見たことのあるポケモンの図鑑データだったり、ポケモンの画像、能力とか、ボックスに預けてるポケモンの一覧とか、さっき紹介したピカチュウのサマービーチの、ハイスコアなんかも印刷できたんだ。意外といろいろ印刷できたのね。そこまでは知らなかったわ。何にしてもこれは持ってる人はそんなにいなかったと思うんだけど、持ってた人からしたらかなり懐かしいネタだったと思うぜ。そうね、未だに幼き頃の黒歴史を手元に持ってる人もいそうだわ。というわけで以上でピカチュウ版のみで実装された要素の紹介は終わりなんだけど、どうだったかな？緑版を一通り遊んだ私でも新しくプレイしたくなるくらい、ピカチュウ版では楽しそうな要素が追加されてたのね。初代を全くやったことがない人はピカチュウ版をやってみるのが、おすすめなのかしらね？そうだな。図鑑コンプリートにはどうしても複数タイトルが必要になってくるんだけど、その他の要素についてはピカチュウ版をおすすめしたいな。今だったらバーチャルコンソール版で遊ぶことができるから、興味がある人はぜひ一回プレイしてみてほしいぜ。私もやってみようかしらね。というわけでこのチャンネルでは他にもポケモンシリーズのちょっと変わったランキング動画とかクイズを投稿してるから、よければもう一本見ていってほしいな。視聴者さんの感想とかも聞きたいから、ぜひコメントもしてくれたら嬉しいわ。それじゃまた次の動画で会おうぜ。ご視聴ありがとうございました。